それでは5月の発表事項に入ります。市長、発表よろしくお願いします。はい、それでは私の方から今日2点、発表させていただきます。1点目はですね、浜松市 SDGs 推進プラットフォームの設立についてでございます。本日本市における SDGs の達成に向けた取り組みをさらに推進をするため、浜松市 SDGs 推進プラットフォームを設立をいたします。このプラットフォームは SDGs の理念にご賛同いただける企業、団体、個人などを会員とし、会員相互の交流や連携、また SDGs の達成に向けた情報発信などに取り組んでまいります。皆様ご存知の通り、本市は昨年の6月に全国29の自治体の一つとして国から SDGs 未来都市に選定をされました。これは官民を挙げて推進をしております再生可能エネルギーの取り組みや FSC 財認証を活用した林業の成長産業化、外国人の子どもの教育支援などの多文化共生に関する取り組みなどが高く評価されたものでございます。今後他分野においても SDGs の達成に向けた取り組みをさらに推進するためには、地域経済や社会に貢献する企業、専門性を持った NPO、 大学、研究機関など関係する皆様との共同が必要不可欠となります。このプラットフォームを通して会員相互が連携をし、 SDGs に関する取り組みが進むことで、環境、社会、経済の分野で多様で新たな価値が次々と創出をされていくことを期待をしております。本日よりプラットフォームの会員募集を開始をいたします。市ホームページにて会員の申し込みを受け付けますので、市ホームページをご確認いただきたいと思います。 SDGs に関する活動に取り組んでいる、または関心をお持ちの方でしたら、企業、団体、個人を問わず幅広くご参加いただきたいと考えております。なお、本年8月27日には、本プラットフォームのキックオフイベントとして、SDGs の理解を深めるためのシンポジウムの開催を予定をしております。このシンポジウムでは、有識者を招いた基調講演やパネルディスカッション、SDGs に関する展示や活動紹介などを行う予定であり、SDGs への理解を深めるとともに、取り組みのスタートとしたいと考えております。シンポジウムには、プラットフォーム会員に限らず多くの皆さんにご参加いただきたいと考えております。詳細が決まりましたら改めて情報提供をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。以上が1点目でございます。2点目はですね、浜松科学館のリニューアルオープンについてございます。浜松科学館ミラーイーラがいよいよ7月6日の土曜日にリニューアルオープンいたします。展示コンセプトは浜松サイエンスベースキャンプ、自ら考え対話し行動する科学かける挑戦の活動基地でございます。体験型の展示により子どもも大人も楽しみながら学べる施設に生まれ変わります。具体的には VR バーチャルリアリティでありますとか AR オーグメンテッドリアリティなど最新の技術を活用した最先端の展示といたしました。また来館者が科学をより深く学ぶための情報システムとして AI 人工知能を導入し、今後の運用の中でより浜松にマッチしたシステムとなるよう来館者とともに成長していく仕組みとなっております。プラネタリウムもリニューアルいたしました。投影機を LED 化することで星々がはっきり見えるようになりましたし、新たに映像を編集するシステムを導入いたしましたので、浜松ならではの星空や自然など変化に富んだ番組をご覧いただくことができます。さらに新設されたカフェではオリジナルのフードやドリンクをお楽しみいただくことができますし、拡張されたショップではオリジナルグッズなどをお求めいただけます。屋外のサイエンスパークも一新します。音や光、力など科学的な現象をテーマにした屋外遊具でありますとか、芝生広場、屋外テラスを設置、館内へ誘導する通路は夜になると青色 LED で照らされ、ノーベル賞を受賞された本市出身の科学者天野博先生の名前を付けた天野リバーが浮かび上がるという仕掛けになっております。オープンに先駆けまして7月1日に市に記念式典を行います。今回リニューアルを
迎えるにあたりましてご尽力をいただきました。大学や研究機関、産業界などの皆様のほか、近隣小学校の児童をお招きして新たな門出を盛大に祝いたいと考えております。なお式典当日の午後にはプレス向けの内覧会を行います。またオープン前の7月2日から4日までは関係者向け内覧会も予定をしております。詳細につきましては配布をいたしました講座発表資料をご覧をいただきたいと思います。私からの報告は以上でございます。